ゼネラリ保険は、イタリアトリエステに本拠を置く、イタリア最大の保険会社、イタリア証券取引所上場企業。1831年12月設立のインペリアル、レギアプリビレジオテコンパーニアディアセコーラツヨーネ、ゼネラリアウストロイタリッキーに期限を持ち、トリエステが、ハプスブルク帝国最大の貿易港であったことを、背景に、イタリアと中央地域を中心に事業を拡大した。 設立以来、ユダヤ人が経営権を主導し、1935年にはエルサレムにジェノラリビルディングが建てられた。その後、ムッソリーニ政権のユダヤ人迫害政策により、1938年に社長のモーパーゴは辞職を余儀なくされ、ファシストの G のバレンチーニが継いだものの、英米連合軍の進駐により、東欧地域を中心に拠点接収を受けた。 1989年、フランスのアクサ中東法人の株式を買収。これは1996年に売却するが、2006年にトリノを拠点とするトロアセコーラツ用ネを買収。2013年にローマを拠点とするイナーシテイリアを完全子会社化し、2014年7月にクレディスイスのイタリア部門の大半を買収した。ゼネラリ保険は、 フランスのヨーロッパアシスタンスなどのグループ企業を持ち、中国、インド、ブラジルなどでも事業を展開している。19世紀の設立以来、ハプスブルク家を象徴するワシのロゴを使用していたが、第一次世界大戦以降、トリエステがハプスブルク家の支配から離れて、以降はベネツヤサンマルコ広場のベネツヤの獅死に由来するライオンのロゴを使用している。 2019年3月31日まで、日本支店、ゼネラリ保険会社が自動車保険、ビアンカを中心に取り扱いを行い、東京、大阪、名古屋にオフィスを持っていた。2017年、2018年1月以降の新規契約の引き受けを終了し、日本支店を2019年4月1日をもって閉鎖することが発表され、三井住友海上火災保険が、 2019年4月1日以降に満期となるすべての保険契約の移転を受託している。ありがとうございます。